日頃から災害時のペット対策にご協力いただきましてありがとうございます。災害発生時に飼い主がペットと一緒に避難することをペット同行避難と言います。過去の震災では飼い主がペットと一緒に避難できず動物を外に放してしまったり、避難所での受け入れ時のルールが決まっていなかったために人と同じスペースに動物を入れてしまい、後々混乱が生じるなどの問題が発生しています。そこで横浜市では平成23年にペットとの同行避難対応ガイドラインとしてピンク色の冊子災害時のペット対策を発行し、地域防災拠点においては地域の実情に応じてペットの一時飼育場所の設定やペットの飼育ルールの設定、拠点訓練でのペット同行避難への取り組みをお願いしています。この度ペット防災について取り組みを進めている地域防災拠点運営委員の皆様にご協力いただき、DVD を作成しましたので、各地域防災拠点にお配りいたします。20分程度の内容ですので、運営委員会等でぜひご覧いただき、検討や取り組みにお役立てください。この後、ダイジェスト版を放映します。今年度も訓練実施については不透明な部分もありますが、内容の検討や課題の解消に向けて一緒に取り組んでまいりますので、参与を通じて生活衛生課にぜひご相談ください。横浜市地域防災拠点におけるペット災害対策。犬はおよそ17万5千頭、猫も同数飼育されていると言われる横浜市。もし地震などの災害が起こったら、その時ペットと一緒に避難してきた人の受け入れはどうしたらいいのでしょうか。実際にペット災害対策に取り組んでいる拠点の方々にお話を伺ってみましょう。ペットを飼育している世帯にペット同行避難を希望するか聞いたところですね、半数強の約800世帯が希望するとの回答でした。運営員は自分でやってもですね、私たち自身がその災害の時にいられるかどうかわからないので、取り組みの主なところはやはり参加型ということを意識しようと。ペットを置いて避難して、ワンちゃんが、首輪をつながれてね、餓死したり野犬化したりというようなね、そういうことがありますから、責任持って同行避難をするような、そういう呼びかけはしてますよね。過去の震災では受け入れに関するルールが決まっていないまま無条件で受け入れてトラブルになる事例が多く見られました。こうした問題を防ぐためにペットの一時飼育場所を事前に決めておくことが大切です。ペットの一時飼育場所はペットが苦手な人やアレルギーがある人に配慮、一般の避難者と動線を分ける、そして雨風がしのげる場所に設定します。飼育ルールは動物との避難生活を円滑に送るために必要なものです。事前に飼育ルールについて話し合っておきましょう。最初に避難してきた飼い主にペット同行避難者の受付準備をしてもらいます。分担して準備を進めていきましょう。ペットと一緒に避難してくる人のために必要なものをマニュアルと一緒に解説セットとしてまとめておくと、避難してきた飼い主がスムーズに準備できます。準備が整ったらペット受付を開始します。飼育ルールを説明し、受付用紙に記入してもらいます。一時飼育場所に誘導し、ケージに入れて管理します。一時飼育場所ではペットの管理を飼い主が協力して行います。ケージに入らない場合でも決められた場所にリードでつなぎ、動物同士が接触しないようにしましょう。大鳥拠点ではペット対策用の対策キットがありますよと、
それを開けていただければそのマニュアルを見ながら対応ができますよ。運営員の方が頑張るではなくてですね、やはり参加型でどうやって、訓練とか実際の避難を進めるかということを計画する方が得策ではないかなと。生きている者同士がですね、お互いに共生するということでですね、ペット同行のですね、試みをですね、広く拠点の人たちにですね、そういう意思が伝わればですね、非常に意義あることではないかなというふうには考えています。人とペットが安心できる避難所の準備、始めていきましょう。